皆様こんにちは、サイヤス総務のともりです。宮城です。今回ご紹介するのは理想の自分空間、大人の書斎スペースがある家です。床面積30坪の平屋は仕事も趣味も集中できる大人かっこいい書斎のある家。家事作業を効率的に行える家事室や漆喰の柔らかな風合いを楽しめるアーチの垂れ壁も必見です。今回は敷地が109坪で建物が30坪の広々とした 3LDK のお家となっております。そして駐車場は建物の後ろ側に設けております。駐車場は並列で車を5台ほど止められるスペースとなっておりまして、下の方は土間コンクリートのはけ引き仕上げとなっておりますので、雨の日でも滑りにくく安全な駐車場となっております。また今回の敷地は角地となっており、3方の道路に囲まれた敷地となっております。人通りや交通量が多い南側の道路の方には目隠し塀を設けております。今回の敷地は前面の方に海が見える敷地となっておりますので、室内からも海が見えるようにあえて塀を高くせずに 1.6 メートルの高さで設計しております。続いて玄関前のポーチをご紹介します。ポーチのタイルにはスペインタイルを採用しておりまして、滑らかな質感で雨の日でも滑りにくい素材となっております。また玄関扉にはリクシルのエルムーブ51型を採用しております。開き戸に比べてスライドドアは開閉するスペースが必要ないので、限られたスペースで設計することができます。カラーはチークを採用しておりまして、落ち着きのある色合いとなっております。そして今回はこちらの方にタッチキーをつけておりますので、カバンの中に鍵が入っていてもこちらを押していただくだけで開閉できるようになっております。それでは中に入っていきましょう。続いて玄関をご紹介します。広さは 2.8 畳となっております。タイルにはポーチと同じくスペインタイルを採用しております。左手にはサンジョンの広々としたシューズインクローゼットを設けております。サイヤスホームでは1メートル80センチの棚板が6段のが標準装備となっております。広々としているのでベビーカーだったりお子様の自転車を収納することもできます。こちらのドアを開けるとお庭へとつながっております。お子様がお庭で遊んだ後にそのまま出入りができる便利な仕様となっております。そして玄関横にはただいま手洗いを設けております。玄関から入ってきてすぐに手を洗う設計となっております。またトイレの横に配置することでトイレの中に手洗いを設けずにこちらで手を洗うことができます。また可愛らしい丸い鏡を
配置しているので、お出かけ前の身だしなみチェックにも使っていただけます。で、手洗いの上にはお施主様がセレクトされたアンティーク調のペンダントライトが空間を彩っております。続いてトイレをご紹介いたします。トイレは 1.2 畳となっております。今回のトイレは TOTO の GGJ2 というトイレをセレクトしております。便座に近づくと自動で蓋が開くオート開閉が備わっております。また便器は縁裏のない設計になっているので掃除がしやすいのもポイントです。タイルを2種類組み合わせて落ち着いた空間となっております。続いて書斎をご紹介します。今回の見どころでもある書斎は3畳のスペースとなっております。設計当初からご主人様がこだわったスペースとなっており、大人でシックな空間に仕上げております。またこちらの方には造作でテーブルを設けております。サイアスホームは自由設計になりますので、造作家具の設計も可能となっております。そして壁一面の方にはブラックのカラー漆喰を施工しております。こちらの方には小上がりスペースを設けておりますので、一息つきたい時やお昼寝したい時などにも最適なスペースとなっております。そして下の方には後ほどご主人様が収納ボックスを入れる予定となっております。続いて LDK をご紹介します。 LDK は広さが22畳となっておりまして、今回の天井の高さはサイアスホーム標準の2メートル60センチとなっております。設計ポイントとしてはキッチン前の壁をアーチ型にすることで、リビングダイニングとキッチンを柔らかくつないだ空間となっております。また完全に仕切らない設計にすることで、個室感がありながらも家族とのコミュニケーションを取りやすい間取りとなっております。また奥様のセレクトしたペンダントライトをこちらにご用意しておりまして、アーチの真ん中に計画することで可愛らしい空間となっております。クローゼットは洗面室ともつながっておりますので、家事の時短にもつながる動線となっております。また
広さが 4.3 畳になっておりますので、ポーチの方にはスペインタイルを採用しておりまして、滑らかな、間違えた、壁をアーチ型にすることでリビングダイニングとキッチンを柔らかくつないだ間取りとなっております。また完全に仕切らずに、あ、ごめん、当初からご主人様がこだわったスペースとなっており、大人でシックな空間に仕上げております。そしてサイアスホームではデッキも標準仕様でご用意しております。冒頭でご説明した目隠し塀の裏側がお庭となっております。こちらのタイルデッキも標準仕様となっておりますので、水洗いができお手入れがしやすいのがメリットになります。続いてキッチンをご紹介します。広さは6畳となっております。今回のキッチンは標準仕様の TOTO のミッテをセレクトしております。標準仕様でもこちらの背面収納とフィルター付きの浄水器水洗と、あとは食洗機も付いております。食洗機は深型が標準になってまして、こちらのフロントオープン型も標準仕様となってます。こちらのカゴを移動することができるので、食器の出し入れがしやすく、毎日の家事の時短にもつながります。またキッチン側からもアーチが見えるので、毎日のお料理も楽しく可愛らしい空間に仕上げております。続いてキッチン横の家事室をご紹介します。こちらには可動棚を設けておりますので、長期保存できる食材やお鍋などを収納することができます。片側には棚や机を置くことで、奥様が一息つきたい時や趣味の時間にも過ごすことができる空間となっております。続いて初心室をご紹介します。初心室は約 6.8 畳の広さとなっております。サイアスホームでは標準仕様で窓が2面まで設けることが可能です。
設計段階で窓の高さや種類をお選びいただいております。今回は高窓をセレクトしておりますので、外からの視線を遮りながらお過ごしいただける空間となっております。続いて子供部屋をご紹介します。今回子供部屋は2部屋ご用意しておりまして、4畳ずつの広さとなっております。間仕切り戸で仕切る子供部屋も人気ですが、今回は完全個室となっておりますので、隣に生活音が聞こえにくい点がメリットです。またこちらの方にはオープンクローゼットを設けておりますので、下の方のスペースも有効活用していただけます。限られたスペースでクローゼットも欲しいというお客様におすすめの設計です。続いて2つ目の子供部屋をご紹介します。こちらも先ほどの子供部屋と同じく4畳となっております。サイアスホームでは壁と天井が漆喰仕上げとなっておりますので、湿気を取ってくれる調湿効果がございます。高温多湿な沖縄に適した素材となっております。続いてファミリークローゼットをご紹介します。ファミリークローゼットは洗面室ともつながっておりますので、家事の時短にもつながる動線となっております。また広さが 4.3 畳になっておりますので、ご家族のお洋服をまとめて収納することができます。こちらはハンガーパイプが2段になってますので、より収納力をアップすることができます。続いて洗面室をご紹介します。広さは 4.4 畳となっております。今回の洗面化粧剤は愛花工業のスマートサニタリー U をセレクトしております。洗面カウンターと棚のシンプルなスタイルとなっております。愛花工業のスマートサニタリーではボールや水洗、カウンターの種類、鏡まで様々な種類がございますので、こちらを組み合わせてお好きな空間にすることができます。また鏡も横長になっているため、朝の身支度時も混雑せずにストレスフリーな間取りとなっております。続いて脱衣室と浴室をご紹介します。脱衣室の広さは約 1.1 畳となっております。脱衣室と洗面室を分けることで、誰かが浴室を使用していても気兼ねなく洗濯機と洗面台を使用することができるので、おすすめの間取りとなっております。浴室は TOTO のサザナをセレクトしております。今回の
浴槽がゆるりら浴槽となっておりまして、自然とリラックスできる体勢にしてくれる浴槽となっております。床にはほっからり床をセレクトしておりますので、足元が冷たくなりにくく暖かさを持続してくれる効果を持っております。続いてファミリークローゼット横の物干しスペースをご紹介いたします。広さは 4.5 畳と広々とした物干しスペースとなっております。上部にはトップライトを設けておりますので、太陽の光が入り明るい空間となっております。また散歩を囲まれているので、雨の日でも気兼ねなくお洗濯物を干すことができます。沖縄は通り雨が多い地域ですので、すぐにお洗濯物が取り込めない場合でも安心の設計となっております。共働きのご夫婦にはおすすめの間取りとなっております。いかがでしたでしょうか。本日ご紹介したのは平屋シンプルタイプ30坪のお家でした。ご主人様のこだわりが詰まった書斎スペースと、奥様のご要望だった家事楽動線が魅力的なお家でしたね。今回は動画でご説明しましたが、無垢材や漆喰等の自然素材の良さは実際に体感してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はホームページやインスタグラムなどをご覧ください。これから他の物件もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。私たちサイアスホームは皆様のご来場を心よりお待ちしております。今回は子供部屋を2部屋ご用意しております。4畳ずつのお部屋となっておりまして、出てきた2秒後ぐらいに